ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。全国の天気をお伝えします。まずは九州、これまで降った雨量によって土の中の水分量もまだまだ多い状況続いております。特に九州南部や四国太平洋側、近畿南部では少しの雨でも土砂災害警戒が必要です。では、金曜日の雨雲の予想を見ていきます。梅雨前線が北上するとともにですね、活発な雨雲が特に西日本太平洋側を中心に通過していきます。断続的に強い雨、激しい雨が降る恐れがあります。こちら大雨になる恐れもありますので、河川の増水や道路冠水、また土砂災害に十分な警戒が必要です。朝から降り始めて夜、まだまだ続くようなところが多くなりそうです。では詳しくお天気アイコンで見ていきましょう。7月3日金曜日の全国の天気です。西日本東日本では梅雨空が戻ります。特に太平洋側では強く降るところもありますのでお気をつけください。東北地方も雲の多い空、にわか雨にお気をつけください。北海道は久しぶりに青空が戻ってきそうです。日差しとともに気温も上昇、内陸では25度を超えて夏日となるところもありそうです。暑さ対策しっかりと行ってください。一方で東日本から西日本は前日に比べると気温が上がらないところが多くなりそうです。比較的過ごしやすい体感です。沖縄はこちら夏空が広がり、まだまだ暑さが続きそうですね。水分補給、塩分補給をしっかりと行ってお過ごしください。特に、雨量が多くなっている地域では引き続き雨による災害に十分な警戒が必要です。以上お天気をお伝えしました。